サザンクロス長岡、山条線山条、長岡京都、大阪線大阪、京都柏崎、長岡、山条線は、大阪府堺市から、大阪市、京都府京都市と、新潟県柏崎市、長岡市を経由して山条市に至る、夜行高速バス路線である。全便座席指定制のため、乗車には、予約が必要である。新潟県、県外高速バス路線図。 左から中央にかけての農赤色の路線が本路線である。本路線開設以前、新潟県中越地方から関西へ乗り換えなしで直通する交通手段は夜行急行列車、北国に限られており、日中は下越地方の新潟市にある新潟空港から航空路線を利用するか、もしくは特急、北越を利用し、金沢駅で特急、大庁、 サンダーバードへの乗り継ぎを要していた。一方、新潟県内より関西に向かう高速バス路線として、新潟交通と阪急バスにより、新潟市京都、大阪間で、夜行高速バス、オケサ号が1988年より運行されており、週末や年末年始などには、続行便が出るなど高い利用率を維持し続けている。しかし、オケサ号は、 中越地方を素通りするため、関西へ向かう高速バスに乗るためには三条 NBS まで行く必要があった。そこで、中越地方に路線網を持つ地元バス会社の越後交通は、南海バスと共同で、長岡から柏崎、京都、大阪を経由し、堺とを結ぶ夜行高速バスの運行を2008年4月に開始した。 運行開始から約1年後の2009年3月には、県央地域内の H5 交通3条営業所まで延伸している。堺市内国道26号阪神高速15号、堺線大阪市内阪神高速1号環状線、阪神高速13号東大阪線、近畿自動車道第2京阪道路阪神高速8号、京都線京都市内国道1号、 名神高速道路北陸自動車道、柏崎市内北陸自動車道長岡市内、北陸自動車道山条市内。ありがとうございます。